日本映画界を背負って立つ大監督であり、本作品が60本目の監督作品となられます深作欣二監督です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん熱いところよく覚えてくださいました。ありがとうございます。リセットの効かない人生だからというような一つの考え方で、一体いい年して何をやるんだというような声も聞こえましたし、まあ確かにそういうことを感じる昨今でありましたけれど、私自身が生きながらですね、ただこの本を読んだ時のまずはこの平積みの帯、42人の中学生皆殺しというようなことが単にショッキングという以上に、自分の中3の時に体験したいろいろな、このそこから戦争中だから当然のことだったんですが、いろんなこの獅子類類の体験なども重ね合いまして、重なり合いまして、ぜひともこれはちょっと映像にしてみたいと思い出したわけです。実際にそういう経験のない若い人たち、相手にしながら果たして、どういうこのコミュニケーションの場が成立するのか、不安でもありましたけれど、今日まで、時を重ねながらやっぱり皆さん非常によくこの動いて、くださった。ますますこの面白くなるだろう。それにこの武さんと10年以上前から一つの意見がありながら、この同じ時を私にとってですね過ごすことになっちゃいましたけれども、こうやって、もう一度巡り会えて一緒に仕事をできることが大変喜ばしく思っております。よろしくどうぞ。ありがとうございました。深作監督でした。武さんとはこのその男共謀付きで、本当は監督が深作監督が監督される予定もあったということで、その時の10年前ってお話は、その時のお話で、今回初めてお仕事をご一緒されるということで、大変熱気あふれる撮影が行われております。奈良原渋谷役、大変、運動神経抜群で空飛ぶ藤達で、今回はスタントなしの熱演をなさっていらっしゃいます藤原竜也さんです。まず原作を見させていただいて、僕は泣いて、そして台本を見て泣いてっていう、なんか感動しっぱなしというか、すごく切ない、思いだったんですけれども、一人でも多くの人に見てもらいたいというか、まあ、日本人なら見てもらいたいとか、そういう感じなんですけれども、それぐらい皆さん熱い思いで、撮ってると思うんですね。監督の印象はそうですね、僕らもよく話してるんですけれども、僕らが眠いな疲れたなって思って、もう監督を見るとすぐに元気になってしまうっていうようなほど、僕ら以上にすごく元気ですし、パワフルですし、ですからその撮影の合間も、僕は疲れたと思ったら監督を見るようにして元気をもらっていますけれども、そうするとなぜか、朝まで平気でできるようになります。藤原さんの役柄に恋をする、密かに恋をする、中川のり子役を演じています前田亜紀さんです。私の演じる中川のり子ちゃんという子は、人に流されないような自分の考え方をちゃんと持ってて、価値観のある女の子で、話が進んでいってどんどん友達が一人ずついなくなっていくという、そんな時でもみんなは自分の信じるものがわからなくなっちゃったりとか、一人ぼっちという怖さで自分以外何も信じられなくなったりとかしてしまう状況の時も、のり子ちゃんは最後まで好きな人を信じて走り続けるという、すごく芯の強い女の子だなと感じました。深作監督はもう毎日朝早くから夜遅くまでの撮影が続いてるんですが、とても元気でいつも現場行くと私がパワーをもらっているような気がします。
川田省吾役の山本太郎さんです。お願いします。どうも、山本太郎です。僕はオーディションを受けたんですけど、最初中学生が主役の映画って聞いててオーディション受けたので、多分僕がオーディション受けに行く役柄は体育教師か何かかなと思ってたんです。そしたら実は中学生役だと聞いて、なんてぶっ飛んだ人だろうなと思いました。でもオーディションを受けに行って、で、中学生役と聞いて、無理だろうなと思ってたんですよ。で、いろいろそのオーディションの時にセリフを読み合わせしたりしてるうちに、そのオーディションのセリフの読み合わせっていうだけにもかかわらず、監督がすごい事細かにいろんな注文をつけてやって、それでもうこのオーディション来れただけでもいいなと思ってたんですよ。それがもうその日の夕方には結果が出るって聞いたんですけども、夕方にも結果が出なくて、次の日も結果が出なくて、 2,3 週間ずっと待っててですね、行くことになったと。で、25歳にもなって中学生役をやらせてもらえるなんて、本当深作さんって言葉悪いですけど、イカれてるなっていうか、すいません監督でもですね、監督のすごいなと思うところは、オーディションを受けた時っていうのは杖をついて歩かれてたんですけども、もう僕が入ることに決まってリハーサルが始まった時に杖ついてたのに、杖を離してこういきなり歩き出したんですよ。こうふわーって走り出したりとか、一体杖は何やったんかなと思いましたね。それぐらいやっぱり何か監督を見てると何かが降りてきたっていうような感じですか。なんかこんな70歳にもなってこれぐらいの情熱で物を作れるっていう、そんな大人になれたらいいなっていうか、すごいびっくりしました。桐山和夫役を演じられます安藤正信さんです。デビューの時よりも下の役をやるということで、今回結構決まってからちょっと戸惑った部分もあったんですけども、これが最初で最後の格闘の姿かなと思うと、そこを楽しんで最後までやろうかなって感じです。そうですね、好きなことやって本当にずっと生きていくのはいいなと思っていや本当年取るのも悪くないなと思いましたそれでは続きまして、今回42人の生徒の殺し合いを監視する冷酷な元教師、その名も北野役を演じられてますビート武さんです。お願いいたします。こんにちは。このタイトルがバトルロワイヤルというタイトルで、殺し合いですけども、これは実際深作組の現場行ったら現場がバトルロワイヤルでございましてですね、助監督が逃げてしまうしですね、スタッフが倒れ込んでしまうしですね、最後まで生き残るのは誰かというような撮影現場でございまして、私は月に何回かしか来ないんですけども、昨日来たらですね、スタッフ一同めっきり年を取ってしまいましてですね、20歳くらい老けてました。で、深作監督だけは元気でですね、若い頃からのやっぱりヒロポンが相当効いてるなと思います。深作さんと本当にこうやりましてですね、十何年前にその男凶暴につきという映画、本当にやらなくてよかったですよ、もしその時にその男凶暴につき僕が深作さんとやってたらですね、映画のことはすっかり諦めてました。これほどすごいと思いませんでした。本当に元気な方で、もう一人でみんな引っ張っていくんで、映像的にもすごい力強い映像になってますんで、一つご期待ください。